藤川サービスエリアは、静岡県富士市の東名高速道路上に位置するサービスエリアである。本校では併設している藤川スマートインターチェンジ及び藤川バスストップについても合わせて記述する。東京方面の施設は、ハイウェイオアシス、道の駅藤川楽座を併設しており、静岡県道10号富士川見延線からも利用可能である。 富士山が綺麗に見られる SA として人気が高い。2013年12月21日に、上り線側エリアは、イクスパッサ、富士川として、グランドオープンした。かつては、浜名湖 SA と同様、駐車場、ガソリンスタンドを除き、東京方面、小牧方面共通の施設だったが、2000年の富士川楽座オープン時に、上り線側施設を新築し、分離された。 また上下線共通の時代、レストランは、駿河湾に浮かぶヨットをイメージした建物が、特徴的で、同 SA の記念スタンプの図柄にも採用されていたが、分離時に解体された。なお、上り線側から下り線側へ本線を横断していた、小道橋は上下線施設分離後も非常用及び、管理用として残されており、2010年3月18日より、後日のスマート IC を、 フル IC 化するにあたり、下り線入り口ランプとして流用された。上り線ではエリアからの合流車線が本線のカーブ区間にあり、そのカーブは下り勾配になっている。また、カーブ中間には歩道橋があり、視界が悪くなっているので、速度超過や前方不注意による合流車との事故が多発する地点でもある。ハイウェイオアシス、道の駅藤川楽座に関しては、 道の駅藤川楽座を参照。県道側から望むスマート IC スマート IC2005 年1月11日から行われたスマートインターチェンジの社会実験を経て2007年4月1日より本格導入された。従来は東京方面への入り口、東京方面、名古屋方面からの出口のみ利用可能であったが名古屋方面への入り口を建設し、 フル IC 化するため、2010年1月から同年3月18日まで一時、閉鎖され、同日15時にフル IC として共用が再開された。藤川バスストップ下り線藤川、バスストップ上り線藤川サービスエリアに併設されたバス停留所である。旅客案内所、東名藤川とも呼ばれる。下り線はサービスエリアに隣接しているが、 上り線はやや離れており、上り線側エリアとの直接の行き来はできない。上り線側と下り線側を直接結ぶ地下道がある。透明ハイウェイバスの急行便が停車する。藤川スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。